世界でもこれまでに数匹しか確認されていない全身真っ白のワニの赤ちゃんがアメリカで生まれました卵の中からよちよちと出てきたのはアアメリカアリカゲータータの赤ちゃんです。兄弟のワニと比べると色の違いは一目瞭然で頭の先から尻尾の先まで白くフロリダ州オーランドにあるゲーターランドで8月に誕生しました 全身真っ白なワニが確認されたのは世界で8匹目になり自然界以外では初めてだということです他の個体と同じく黒目であることからメラニン色素がほぼないアルビノではなく通常より色素の量が少ないため体だけが白くなったと見られています白いワニの赤ちゃんは食欲旺盛で生の鶏肉などを食べてすくすくと育っているそうです 早ければ来年初めにも一般公開が予定されていて SNS ではすでにワニの名前の募集も始まっています。